シリコンバレーのベンチャー部屋、録音中ということでよろしくお願いいたします。今日のお題はちかさん。はい、今日はですね、エボルブバイオシステムズという腸内細菌の会社です。ほう。はい、ですね、マイクロバイオームなんていう言い方をしますけれども、はい、バクテリアってここ数年というか、ここ5年ぐらいですかね、はい、結構こう注目が集まってるんですけれども、はい、それ系の会社ですね。で、ですね、2012年に UC デイビスの教授が始めて、はい、これまでに125ミリオン、125億円ぐらい調達して、うち55ミリオン、55億円ぐらいは先月2月に調達したという会社です。で、はい、何を作ってるかというとですね、新生児の腸内にあると望ましい細菌がありまして、それを eVivo っていう商品名で2017年から売ってますと。すでに数万人がの新生児が利用しましたっていうものなんですね。新生児対象なんですね。そうですね、はい。で、すでにですね、ビル&メリンダ・ゲイツ・ファウンデーションとか、うんうんうん、リカーシンのファウンデーションなんかからも投資を受けている、まず資金を受けているという感じです。なるほど。で、これ私ずっとフォローしている領域でもあって、はい、ですね、結構の最近話題な感じなんですよね。で、時々ガット・ブレイン・アクシス、要は腸と脳の軸っていうので、はい、話題になったりするんですけれども、腸と脳っていうのがですね、完全につながっていると、うん、で、人間が考えるとか、例えば体のこういろいろな仕組みを脳がコントロールしてるわけですよね。どれぐらい体を熱くするかとか、はい、じゃあやばいっていう時にドキドキしながら逃げるようにするとか、そういうふうに脳が体のいろんな動きをコントロールしてるわけですけれども、よく言うのはほら、緊張してお腹壊したとか言うじゃないですか。ありますね、はい。でも実はそのお腹からまた脳にもフィードバックがいって、そのお腹の中身が脳の、パターンを変えるという、その両方の向きがあるよねっていうのが、だいぶ明らかになっているということもあって、ですね、いろいろなその精神的なムードディスオーダー、うつ病とか、はい、不安神経症とか、そういったものが腸内細菌を変えると治っちゃうということがあるということもあるんですね。で、そういうその腸内細菌でムードディスオーダーが治るのは割とまだ関連性があるわけですよ。なんかドキドキするとなんかこうお腹の辺がギュッとなるとかあるじゃないですか、うん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 、ってことはこう明らかに関連してる感じがするわけですよね。食欲がなくなるとかストレスで、ってことは食欲がなくなるっていうのとストレスはつながりがあるので、その逆向きもあるんじゃないかというのは割と分かるところなんですけれども、はい、もっともっといろんなことに効くということが最近かなり分かってきていると。で、例えばですね、パーキンソンズ病で、パーキンソンズ病もですね、腸内細菌で、発症がコントロールできそうだということが随分論文なんかが出てきている。すごい。それはで、パーキンソン病って最初に発見した人がそのパーキンソン病になる前に腸の異常が現れるみたいなことを最初に言ってるんですね。18世紀か19世紀だと思うんですけれども、はい、100年以上前の人がパーキンソン病を見つけた時に、その腸の異常とすごく関連してるみたいなことを当時は言ってて、でその発想がかなりこうずっと忘れられていたのが、最近になってやっぱりすごく関係があるということが分かってきた、うんうんうん、で、あとアルツハイマーですね。これも最近論文が結構出ていて、うんうん、アルツハイマーになると脳内にアミロイドのプラークがたまるっていうのはよく言われるじゃないですか。そうですね。うん、はい、でそのアミロイドのプラークと腸内細菌に関係があったという論文が出てたりします。で、なるほどなるほどっていう感じなんですけれども、割と近い将来何かできそうなのは、もうすでにベンチャーがいろいろあるのは、まず自閉症の治療っていうのは頑張ってるベンチャーがあってですね、これは先ほど の、そのムードディスオーダーみたいなものにやや近いんですけれども、はい、要は脳の働きと腸の働きというのは直結していると、はい、で腸内細菌をコントロールすることで自閉症の症状を抑える、もしくは、行動改変をするというようなことをトライしているベンチャーなんかもあります。
でもう一つこれは結構劇的に効く効果があるんじゃないかっていうのが免疫抗がん治療、免疫がん治療ですね、これって最近すごく話題で、うん、要は自分の免疫を高めることで、うんうん、がんを叩くっていう治療法なんですよね、はい、で特定のがん細胞にだけ強く働くような免疫細胞を、まあ、人工的に作って送り込むみたいな治療法が結構あるんですけれども、はい、これってなんか効く人には劇的に効くけれども効かない人っていうのもいると。なるほど。でそれがどうして聞く人と聞かない人がいるのかっていう違いがあまり分かってないんですが、一部でですねこれ腸内細菌が全てを決めてるんじゃないかという話がある。で実際にこの免疫がん治療でノーベル賞をもらった、まあ、高齢の学者の方なんかも、はい、おそらくそこが本命ではないかみたいなことをインタビューで答えてたりして、腸内細菌を変えることで誰にでもその免疫がん治療が効くようにできるのではないかというようなことも言われている、うんうんうん、というわけでですね、であとはですね肥満もちろんのこと、はい、肝臓病なんかもですね効くと言われています。まあ、肥満に関しては前腸はよくアメリカで言われるリーキーガッツとかいろいろ言ってることもありますよね。それは効きそうだみたいなところはあるんですけれども、すでにやっている治療としてはアメリカでシーディフって言われるすごく治すのが難しいお腹腹下しみたいなものがあるんですね、はいはい、でまあ、お腹壊してるっていうと簡単ですけれど もう栄養が吸収できないレベルでずっとお腹を壊して結構命に危険があるみたいな症状のがあるんですよ、はい、でこれなかなか治らない人がいて本当にそれで死ぬかもしれないみたいなレベルの人たちがいるんですが、そういう人にですね、健康な人の腸内物質をトランスプラントするっていう治療法があるんですね。フィーカルトランスプラントと呼ばれるんですが、と聞くとふんふんという感じですけれども、要はですね健康な人のうんちを水で溶いて注入するっていうそういうことなんですね。うん、でといっても有害な物質があるといけないので、はい、それをこうちょっとろ過するみたいなことはするんですけれども、はい、一部の病院ではやってくれるんですね。へえ、そのリスクっていうのはあるんですか？リスクは、まあ、その浄化するプロセスがうまくいってなくて他人の病気がうつっちゃうっていうのはありますよね。なるほど。あとですね、それをやってそのシーディフっていう方の病気は治ったんだけれども他の病気発生、そのドナーの体質がうつってしまってそれまでずっと何を食べても痩せてた人がいきなり太り始めたとかですね。なるほど。そんなこともあった。まあ、それはということもあったという程度の、うんうん、まだそのなんていうんですか、効果が分析できるほど大量の人がやってるわけではないんですけれども、うんうん、CDF の治療に関しては一応認められた治療法にはなっていると。ただできる病院がすごく限られるので、うん、そこまで至れない人なんかは健康な友達に頼んで自分でやったとかいう人もいるぐらいの治療法だったりします。きゃー。でやっぱり腸の病気って、まあ、直接一番なんか有名なところでいくと、まあ、英語で言うシリアックっていう病気じゃないですか。はいはい、そういうものはやっぱり、はい、まあからもともと興味がまあ、ディマンドというか需要があったんですかね。なんかサイトを見てるとやっぱりシリアックとか、うん、あと子供の時から起こるそのやっぱり腸の不調性から起こるこのいわゆる寝ないとかそういうなんだっけ消化の悪さの病気だとかそういうところにも効きますみたいなことが書いてあったんですが、そうなんですよね。で自然分娩で産むとお母さんの、うん、産道から、バクテリアをドーンともらうと、うん、でなので、帝王切開で産んだ子供ってそこを通らないので、ね、最初のそのバクテリアへの露出が少ないためにいろんな不調が起こるんじゃないかっていう発想があって、はい、でまあ、そういうのもありますよね。で、はい、さらにはですねほら母乳で育てないとダメだみたいな話ってあるじゃないですか、はいはい、あれも実は母乳もしかして関係なかったりしてって考える人も一部いて、お母さんの肌をペロペロ舐めるってことが大事だったんじゃないか、
肌、お肌にも、バクテリアっているんですよね。そうですよね、たくさん、うん、たくさんいるわけですよ、うん、で、その肌のマイクロバイオームっていうのもとても大事で、どういうなんていうんですか、たくさんの種類のバクテリアがいるわけですけれども、うん、その肌からバクテリアをお母さんの肌からもらってるっていうのもすごく大事なんじゃないかというふうに考える人もいる、うん、確かにそういうことありえそうですね。これが効きそうだっていうのを1個選び出して、商用化しているのがこの会社なんですね。なるほど、面白いですね、うん、で、まあ、いろんなものが治りそうなんですが、今の発想ではどうもその腸内細菌っていうのは3歳までにどんな種類がいるかってのは決まっちゃうんじゃないかと考えられている、うん、あ、一個人 の、 その体内のバクテリアの、まあ、種類ですね、種類がまず3歳までに決まっちゃうと、うん、ただ生活習慣を変えることでどれが多いかを変えることができるとへっていうんじゃないかというのが今、まあ、かなり考えられていると。面白い。で、結構大事で、あのよく言われますけど、人間ってその人間の細胞の数よりも人間の体にいるバクテリアの方が10倍多いとよく言われるんですけど、うんうんうん、要は我々は歩くエコシステムなわけですよね。そうですね。でその10倍いるバクテリアさんをもっと大事にしてあげようっていうのがいろんなベンチャーが今頑張ってやっていると。なるほど。でちなみにあの私が6年前から使っているマザーダートという皮膚上のバクテリアのスプレーがあるんですけれども、あのこれは MIT の化学工学を出た人が始めた、はい、まあ、ベンチャーで、この人はですね、馬はお風呂に入らなくても臭わない、うん、馬は地面の土に体をすりつけたがるということから、うん、きっと土の中に臭わない秘密があるに違いないと考えてですね、自分の体でこう培養し続けてきた菌があるんですね、うんうんうん、でこの人が12年間シャワーも風呂も入らずに培養してきた菌を、たくさん育てて瓶詰めにして、売っているのがこのマザーダートなんですね。ちょっと待ってください。今12年間その人はその方個人がお風呂に入らずに培養、そのバイ菌をただ12年間培養ではなくて、本人が本人の、はい、お肌の上で培養してきた。で最初の頃はこの人がそのマザーダートの広告塔としていろんなところのインタビューに答えてたりしたんですけれども、はい、もう最近もうトンと出てこなくてですねまあちょっと微妙感があるっていうのはありますよね。うーんね、あのなんか一時期友人でやっぱりあの髪の毛がすごく多いあのイタリア系の方なんですけど、やっぱりあのカビがあのシャンプーを毎日するとあの乾かないので頭皮にカビができてしまうっていう、そういう髪の毛の多い人の悩みなんですね。で月に1回しかシャンプーをしないっていう風に動かれたようなんですけど、で本人は匂わない、全然匂わないよっていうんですけど、私からは匂ったんですよねその人に振りかけといてくださいでなんか覚えてますよ、シカさんに初めてお会いした頃にマザーダートのその頃ってスプレー、あの靴とかにスプレーをすると匂わなくなるっていうのを売ってませんでしたっけ。いやあれ靴じゃないんです、靴に入れる足にスプレーする。あ、足にスプレーする、そうだそうだそうでしたね。でそれがスキンケアに変わっていて、今それまだ売ってないのかなって見たら最近売ってないんですよね。え、売ってますよ、売ってます、同じあのマザーダートっていうそのコアの、うんうん、高いスプレーがあるんですよ、60万円、はいはいはい、あれはそれなんです。あ、そうなんだ、うん、で、よくにあの匂いが取れるっていうと靴とかですね、うんうん、洋服に振りかけたいってみんな言うんですけど、そうじゃなくて自分に振りかけるんですよ、まあ、まあ細菌の病原菌は自分の体からですもんね。要は体と 汗がついたものがそこから培養される細菌が匂いに変わるというやつですね、まあ、マイクロバイオーム超あのおすすめの分野ですね。そうですね。でもこれって今後どうなるんですか、今このいわゆる COVID により皆さん細菌細菌っていう細菌グッズもすごく流行ってるじゃないですか。あのね、あのこう、殺菌剤みたいのは絶対使わない方がいいですね。ですよねって言われますよね、病院に行ってる方とか、うん、あの私の友人もそうなんですけど、あの反対に細菌しすぎてスタッフインフェクションっていうとんでもない病気になっちゃって、 でもうすっごいスーパージャームであれ治らないんですよね。入院してましたよ、うん、1ヶ月。そうそう、なのであの殺菌ではなくやっぱりそのプロバイオティックとか、うん、要は良い菌を増やすことで悪い菌を、まあ、駆逐すると
量下が悪化を駆逐するみたいな状態に持っていかないといろんなことがうまくいかないであろうっていうのが、うんうん、まあ、このマイクロバイオーム系が好きな人の信じることですね。で、あのアメリカだと NPR っていうラジオ局がありますけれども、はい、でそこであの毎週金曜日にサイエンスフライデーっていう番組があるんですね、はい、でここのホストの人がマイクロバイオームが大好きで、うんうん、あの結構マイクロバイオームの話が出てくるので興味のある方はサイエンスフライデー聞いてみてください。はい、皆さん質問等ありますか？録音はとりあえずここまでということで。そうですね、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。